千葉雄大のラジオプレイ。皆さんこんばんは、千葉雄大です。千葉雄大のラジオプレイ三十二回目の放送です。 えー、今回もまずは千葉雄大オフィシャルファンクラブで先行配信されてから1週間後に公式 YouTube チャンネルで公開されますえー、今日はまずですねあの千葉ラジ公開収録のイベントグッズを皆さんにごえー、なんかたくさんの方からねグッズ販売しないんですかというお声をいただいたんですけれどもあのちゃんとご準備しておりましたので。 こちらをね、ご紹介ししたた。いいいいと思まます。えー、なんか可愛いアイテムが揃いました、えー、僕もねアイデアを出したりとか皆さんみんなと一緒にあの意見を出し合ってあの作ったオリジナルグッズでございますということで早速ご紹介していきたいと思いますこちらのサンプルなのでねあのあのよくあるあ 本,本品とはあのちょっと異なる場合がございますみたいなあのより改良を重ねていく部分もあるのであれなんですけどまずは、えー、プレイメイト T シャツ白黒というのをあの作りましてこちらです見えてるこれはいどうかわいくないちょっと見覚えあるかもしれないんですけど、うんあの これ感すごいだ <laughs> これはねマジで自分でも欲しいであの後ろにはこう千葉商店のタグがついておりますそして、えー、こちら黒こごい,い、うん、すごく素敵この「プレイメイト」っていうあのー、五感とすごく合っていいですよねこれは私は絶対来ますあと 押しラバーキーホルダーっていうのがありましてこのこういうことよ。見えますかねあなんかちょっと <laughs> これさあの見えてる結構、うん、結構近めまでまあもっと行ってみい,いああはいはいはいあこれぐらい、はい、おいこういうことよ。はい これ良くない全部つけたよね一緒になんかこういうこういうので見るわけでしょこれかわいいと思うんだけど続きまして押しステッカーというのがありましてこれはねちょっとあの改良されるかもしれないですまずえー、こうなんかハッシュタグみたいなのがついてこういう入ってる全部「愛」はい、I なんていらないろ、はい、とか えー、ドローンしますとか千葉しか勝たンとかこれだから携帯とかに入れてもいいんじゃないですかここ僕もねステッカーいっぱい入れてますけど携帯に、うん、とか、まあ、これでつぶやいていただいてもいいですしこれはいいと思うすごくこの、まあ、キーホラバーキーホルダーとちょっとこうあの組み合わせてねあのご購入いただければいいんじゃないかなと思いますあとは 千葉バッチセットっていうのがありますこちらですこれあのー、今回の,あの公開収録の時に作っていただいたこの,あのロゴだったりキャラクターだったりとあと千葉商店のロゴが入ってますこのピン懐かしいよねこういうピンバッチとかも大好きだったなピンバッチ懐かしいですね確かに、うん、これだからなんかこう帽子とかにつけていただいてもいいしこうこういうなんか最近 懐かかしい感じのものもとかだってさ今平成のギャルが流行ってるわけじゃない、うん、こういうのに最近すごく惹かれるんですよねだからさ俺もなんか最近もこうこんなのさ懐かしない確かにボロボロのこういうモードなのよなるほどそうちょっとグッズも、うん、そういう思考を取り入れてはいあとこちらはあの 千葉太郎も大好きなママシュマロあの,千葉太郎のプロフィールにあの焼きマシュマロが好きなキャラクタープリンあのイラストがプリントされたこれ、はい、マシュマロ見えますかこちらのあの千原ジスタッフ激推しのアイテムになっております<お>で激推しはい美味しいし可愛いいしあかいいし、はい、これ焼いてもよねだからこれ中にチョコ入ってんの だからチョコが出るんンってなんないように気をつけてな,なるほどなるほど。ただ焼くと、ああ、はい、つまった方が <laughs>、そこもあのなんか現実理想と現実みたいな感じでいいと、に何な,なんか煮るなり焼くなり好きにしいて、<laughs> お好きに食べていただいて、これこれがあ<の>今回のグッズになります。はいはい、はい。皆さんぜひあのご検討いただければと思うんですけれども、これらのアイテムはすべて9月17日土曜日昼12時から 10月2日日曜日23時59分まで千葉雄大オフィシャルサイトで受注販売を行いますまた会場での販売も予定しておりますので万が一受注期間を過ぎちゃった場合はそちらもご利用くださいただし会場での販売は売り切れ次第終了になりますこれってあのチケットを持ってない方はもうグッズだけ買いに来ることもできるんですよねそうだからまああのグッズだけ買いに来る っっってていいう方がいらっしゃっても、まあ、大丈夫ですただあのオフィシャルサイトでも販売しているのでる遠方の方だったりとかはこちらをご利用いただければいいんじゃないかなと思いますのでよろしくお願いいたします。ということで是非このグッズを持って千葉雄大推しをアピールしてくださいね素晴らしい。それでは始めていきましょうージジニュース ジ,ジイのジ,ジイはジジネタのジ,ジイということで僕にまつわるニュースから世間のジジネタまでいろんなことについてフリートークするコーナーですえー、っとなあのーこれなんかこのラジオでも話したかわかんないですけど、はい、最近の僕のストレス解消法みたいなのって話しましたっけラジオでラジオでは話してないかはいプラスアクトの連載かなんかで話したのかな あここででは話してないす最近本当にもうだから何回も「分かったよ」って言えかもしれないけど劇場と家の往復がほぼ私の生活なんですけれどもその中でもスーパーに行って食材を買うっていうのもありまして、はいはい、あのね主に昼公演だけの日とかなんだけどあの常備菜をめちゃくちゃ作るっていうのにはまってまして、はい、もう食べないの別に作って満足しちゃう。はいはい でその野菜を刻んだりとか、はい、煮込むとかそういう時間がすごく楽しくって、はい、最近のレパートリーをちょっとご紹介していきたいと思うんですけど、はい、まずあの朝ごはんはちょっと食べていくんですよちゃんと。<laughs> でたらこを好きじゃないですか、はい、私たらこを買ったんですけど、はいまあ、なかなかこう白飯だけでこう消費することができなくって、はい、ちょっと余ってて、うん、いやこれさすがにもうちょっとこう食べないとないた,いたんじゃなっていう機会になったんでちょっとそのレシピを調べて。はい あのたらこを使ったレシピ2品ありまして、はいはい、まず人参を細切りにするじゃないですか、はい、それをこうサラダ油で炒めます、はいはい、で炒めたところにあの火を弱くしてたらこを入れるんですね、はい、でたらこ色が変わったらあのバターを、まあ、半かけぐらい入れて、はいはい、で火を通してこう混ぜるんですけど、はい、それマジでうまいうまそうご飯にも合うしお酒にも合、はいはい、ううは、はい、あの お湯を沸騰させまして、はい、でそこに火を弱めてたらこを入れて、はい、またそこも味、はい、色が変わるぐらい煮詰めるんですけど、はい、そこに鶏ガラスープを入れて、うん、あと白だしをちょっと入れますでそこにあの豆腐を水切りして、はい、それを入れてちょっと煮込んで、はい、水溶き片栗粉でとろみをつけてであとおあお醤油ちょっと入れたりとかしてもいいんですけど、はい、でネギまぶしたり、まあ、オクラ僕は入れたりしたんですけど。はい 美味しいしです <laughs> うまそう,う,まそうあとはまあ無限ピーマンみたいな感じでピーマンをごま油で炒めてあと塩昆布混ぜたあとごま入れたりとかしてそれを常備したりとかあとまあ煮卵入れたりとかあとえのきにはまってて。 本当はコチュジャンとかでこう韓国風にしたかったんですけど何を間違えたかうち豆板醤はあったんだけどコチュジャンがなくって、うん、なのでちょっと焼肉のタレが混ってたんで焼肉のタレと鷹の爪いっぱい入れてであとちょっとこうなんかにんにくすりおろしたりとかしたのを入れてそれを常備菜にして、はい、あのちまちま食べてたんですけどそれがあのさっきの楽しみです。<laughs> どう 個人的なニュースですね今夜のレシピ何にしよう悩んでるから。そんだけ美味しそうなもんが常備されてたらうんねそこが悩ましいのがさ美味しいのよまずまあ一晩目とか美味しいんだけどやっぱ一人暮らしでいっぱい作るとそれを毎日食べるっていう修行みたいな境地になる時もある。 やっぱ誰かに食べさせたいなみたいな欲はあったりしますよね、はいはいはい、なるほど、うん、持ってこようか今度 <laughs> こ,このご時世あんまよくないなんか持ってこようかまでのくだりを何回かもう聞いた気がしますこのあ嘘、はい、一回持ってたことなかったね <laughs> なるほどお家では、うん、でもやっぱイヤモッちゃんは自炊をしないからさイヤモッちゃんの健康は俺が管理しないとやっぱな <laughs> 持ってこ持ってきましょうか でもなんかめちゃくちゃ酒飲んじゃいそうですけどねそれで,でモヒートとそれに <laughs> <laughs> あでもモヒートと合うんだったら私あの、はい、タコスを作るの<あ>割と好きタコスねおっしゃってましたねタコスそ,それいいですねタコスいいっすね確かにモヒート、うん、合うねう合うそう合うそうちょっとお腹がなってきましたね,ねめちゃくちゃお腹減ってきましたそう。 ちょっと多分このスタジオの近所にご飯屋さんがあるのだと思うんですけど、めちゃくちゃの餃子の匂い先、うん、<laughs> して、本当に腹がやばい。この辺りご飯屋さんには困らないですね。そうなの、美味しそうなとこいっぱいありますよね。うんうん、早く一緒になんか食べたいですね。ね、本当。盛り上がっていれば止めませんのでもう存分お話しくださいって書いてあります。どうですか？止まらないですよ。止まらないで止まれたら。そうだよね。はい、もう結構大丈夫ですか？もうちょっと話します。 <laughs> もう大丈夫です <laughs> 止められました,止められました盛り上がってたからだ、ね、よ <laughs> きっとうちらがね皆さんの、ね、今夜のあのレシピにいかがでしょうかということで以上ジジニュースでした続いてはこちら食べさせたい プレイメイトの皆さんにおすすめしていただいた千葉雄大に食べさせたい絶品グルメの中から僕が食べてみたいグルメを実際におとろえ寄せしてみちゃうコーナーです友達とご飯食べてるみたいな感覚で「千葉雄大とご飯食べてるなう」に使えそうな動画にしていきたいと思いますいやーこの流れからこの苦行だね しかも今回はですね、まあ、前回はね、あのピーナッツバター、ウニバター、かきバターを実際に食べてみたんですけれども、配信後たくさんのプレイメイトの方が自分でも買ってみましたと SNS に載せてくださってるのを見ました。えー、僕も収録の後にお家に帰って食べたんですけれども、美味しかったですね。その日に帰って食べましたからね、パン。 えー、皆さんからたくさん送っていただいてるんで今回またいろいろとご紹介する回にしたいと思いますということは今回は食べれなるほどこんな腹減ってんのに <laughs> なのでね我々の胃袋をより刺激していく回 <laughs> なるほど腹減ったなだからお腹空いてる時だからこそちょっとすごいこうアグレッシブになれるんじゃない何が欲してるか選んでいきましょうああ結果は出さないんですけどご紹介していきたいと思いますえまずは えー、岩手県プレイネームしーちゃんさん40代女性の方、えー、福田パンさんというところのアンバターかっこコッペパン岩手県のソウルフードふっくらとしたコッペパンにさまざまなクリームやジャムが挟んであります一番人気はアンバターですあんこの甘さとバターの塩がけんの相性がバッチリですもともとは同じパンに間違えて2種類塗ってしまったことから生まれた商品だそうでそこからヒットしたとのこと 直営店舗ではその場でクリームや具材を選んでサンドしてもらいます直営店舗のみ購入可能なお惣菜サンドではレンコンしめじがおすすめですハンバターやクッキークリームなどの人気の味はスーパーでも売っているので定期的に買ってしまいます高校にもお昼に売りに来てて頻繁に食べてましたぜひ千葉にも食べてほしいです冷凍ですが通販でも購入可能ですですごい高校にも卸してるんだスーパーにも これはソウルフードです,、ね、すごいなんかさ僕も学生の頃よくこのアンバターサンドって前そのコンビニとかに売ってるやつですけど、うん、すごく好きで食べたんですけど最近また多くないですかなんかお店なんかおしゃれな確かによく見ますねね最近コッペーパンもそうだけどさなんかデニッシュみたいなのもあったりとかさ流行ってんのよね時代は巡るんだろうね確かにいやこれ食べたいですねでもレンコンしめじおいしそうだな おかずパンみたいなと、おかず、惣菜パン、これはいいですね。候補一、ありがとうございます。続きまして、東京都ジャイアントプリンさん、女性の方からいただきました。ありがとうございます、えー。前回の放送を見ていて思ったのですが、もっと刺激的な食材をお探しですか？オーストラリアのほとんどの家庭で常備されているベジマイト。食べたことありますか？独特な癖や塩気があって、日本人受けはいまいちのようですが。 私も留学中初めて朝食に出された時は何の罰ゲームだよと思って全然食べれませんでしたでも1年間バタートーストの上からこれを塗りアボカドやチーズをのせたりと工夫するうちに食べられるようになりましたなんか癖になって帰国時にお土産にしました昆虫苦手な宮本さんもこれならいけると思いますベジマイトってよく聞きますけど食べたことありますかないです なんかその癖があったりとかっていうのはなんかチョコレートペーストだと思って塗ったら全然違う味みたいなのをよく聞いたことあるんですけど僕も食べたことはなくて原材料は何なんでしょうね原材料何なんだろうベジっていうぐらいだから何かの野菜なのかな何かの野菜オーストラリアのものだったんだねでもなんかそのまま食べるのかと思ったら意外とこうバターとかアボカドチーズとか美味しそうですけどね、うん 食べたことある <laughs> どうですかあんまりあ<ー>あか確かに日本人受けはあんまりって書いてあるからそんなに言われたら食べてみたくないね確かにだって食べ物ですイース原料がイースト菌 <laughs> ちょっとあんまりピンときませんけど <laughs> イースト菌ってあのパン作る時に入れるようなやつですよね発酵食品なのかじゃあ,あそ,そ,そうですねちょっと原材料ではなかなか,か,なか,なかね <laughs> ちょっととこれ気になりました気になりまますすね、はい、ありがとうございます続きまして宮城県ゆっちさん30代女性の方チョコレートな関係というところから出ている生チョコワインタルトビターミルクホワイトの生チョコタルトにそれぞれのチョコに合うようにアキュうワイナリーのワインのジュレが入っていますチョコのお店なのでチョコもすごくおいしくってワインも合っていて食べたら感動しますお酒好きの千葉くんにも是非食べてほしいおー これ宮城県のやつなんだ<ー>秋雨ってまあ温泉地なんですけど<ー>ええー、これ知らなかったマイナリーがあるんですねえ、ね、これは食べたいっていうかなんか買ってきてもらおうかしら美味しそう親御さんに確かに何か甘いものってあんま食べないんですよ確かにそうですねだからこういうのだったらいいかもしれない、はい うん大人なちょっと、うん、しかも宮城県ですし、うん、いいですねお店の名前もチョコレートな関係って甘かったり苦かったりするのかな美味しそう美いしそういいですねありがとうございます続きまして東京都エリさん40代女性の方相模屋さんのビヨンド豆腐シュレット えー、乳製品を使っていない豆腐で作ったチーズです温めてもそのまま食べても美味しいです私はおやつ代わりにそのままが好きです冷蔵庫にないと不安になるので常にストックしていますだってうんあなんかちょっとこれ写真あるんですけどこれ,これ見せていい,い,いんですよねなんていうかこういうことよわかる全部なんかこれをそのまま食べてもいいし焼いたらピザみたいになったりとかもすんのかな あだからこうトマトソースとか塗ったりとかして食べるのかなこれうまそうだねこれうまそうですねこれうまそう確かにそのままなんか面倒くさい時はそのままつまみにしてもいいし余力がある時にはいろんなことに作ってもこのピザっぽくして食べるのでやってみたいなこれおいしそうですねうんほんなんだパスタにサラダにいってもサラダもいいかもねちょっとこう四角く切ってヘルシーでしょうしねなんか豆腐とかだから乳製品使ってないんだ うん声いいですねありがとうございますなんか皆さんよく知ってるね <laughs> 聞こえてる <laughs> お腹の音がすみません <laughs>、えー、続きまして大阪府なにわのトラベラーさん50代女性の方千葉君、ん家おもっちゃんさんこんにちは食べさせたいですか調味料論もありですかということでハボ米昆布醤油贅沢仕上げです 私は旅行に行った時に地元スーパーに行くのが好きで札幌のマックスバリューに行った時に見つけたものです同じ名前で大手メーカーも出しているみたいですが私が手にしたのは地元漁港生産作成の分,分です昆布だしの分減塩なのにまろやかでめちゃくちゃ美味しいんです豆腐にかけるとめっちゃわかります千葉君の好きなお寿司にまろのでぜひお醤油だってお醤油は確かになんか僕あんまりこだわりがなくってあれ、はい、なんですけどこういうのちょっと もらったら嬉しいしね。お土産とかでもいいですね。やっぱり地域というか地方限定っぽいの嬉しいですよね。嬉しい。とあとこう場所によっても違いますもんね。こう、うん、九州とか下の方だったらちょっと甘かったりとかもするじゃないですか。そういうのいいかもね。豆腐にあえっとよりわかるんだこの素材がシンプルだからこの調味料のね味とか。贅沢仕上げ。うん。 これあのさっきのさ <laughs>、はい、ビヨンド豆腐シュレッドにさこの醤油かけたらどうなるの、はい、チーズチーズはいらないだからこのしを楽しむってなったらあれなのかうんいや調味料も結構いいですよねうん続きまして広島県お餅は,お餅はもさん、えー、20代女性の方え祇、ー、園味からさんっていうのかなの黄金一味 日本一辛いみたいなので辛いものが好きな千葉くんにはぴったりかもしれないです以前お邪魔したときにお店の方から食べ方などを聞きし私は少しピリ辛の醤油を購入させていただき餃子やお豆腐にかけて食べますもし京都公園で空き時間があれば店舗に寄ってみてくるあ、京都のやつそっか祇園だもんねうんあこれはいいかもねすごいパッケージですねうんこれもお豆腐とかにいいでしょあ、餃子ってかもうが今餃子の口になっちまったんだから でも日本一辛いって言われてますよいやちょっともね気になりますよね <coughs> でも辛いだけじゃないんじゃないこう美味しさもちゃんと感じられるぐらいなのだ,、ね、だからお豆腐を出していただければこのピリ辛醤油かけたり、はいはい、昆布醤油かけたりしたら楽しめますよね <laughs> 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 一味はねでも僕すっごい使うんですよへえー、普段、うん普段もなんか 何でもだからお味噌汁とかにも入れるしあとちょっとこう炒め物にもかけるしうんまあ使い勝手いいですそねだからちょっとこれはでも普通に欲しい普通に欲しいし京都で買ってこようかしらって思うんですありがとうございますえ続きまして大阪府ポンゆゆさん10代女性の方株式会社んパサーパサーパサーでいい PSAH ハニワプリンカスタード味がおすすめだそうです一つ一つ手作りでこだわって作ってるらしく味が濃厚ですしかも容器がついているのでペン立てや鉢などにできたりコンプリートして雑貨にしてもかわいいですあ本ほんとだこういう形状なんかハニワのマグカップみたいになってかわいいですねプリンとかもあんま自分では食べないからちょっと いただきたいですけどね。大阪のものです。結構大きいのかな？これなんかね。ちょっと大きそうなペン立てっておっしゃってるぐらいだから、ちょっと大きいのかもしれないですね、うん。プリンとかもたくさんありそうっすよね。ご当地の,ご当地の確かにね。これも無視しそうですけど、うんこういうのをコンプリートしたらさ、マツコの知らない世界とかに出れるんだろうね。<laughs> <laughs> 確かにね<え>奥深そうっすけどねでもこのご当地のものでこうおすすめされるとやっぱちょっと食べたい気持ちはありますけどね、うん、プリンってさなんかバケツいっぱいみたいな流行りませんでした昔ああ<ー>そういうバケツいっぱい作れるキットみたいなのあったじゃんなん、ねはい,はい、はい、そういう懐かしいってしまたたくさんありがとうございますちょっと、うん、どうしよう選まだちょっと決めかねちゃうんですけれどもあの 他にもねたくさん投稿が届いているのでまたちょっとじっくり選んであのどれをねお取り寄せするか決めたいと思います、えー、どんなグルメをお取り寄せするのかぜひ楽しみにしていてくださいということで以上食べさせたいでしたこの番組は千葉雄大オフィシャルファンクラブをキーステーションに全世界括弧仮に向けてお送りしております続いてのコーナーはこちらバーチーのバチバチバチコイン こちらは皆さんからの「ふつう歌」をご紹介するコーナーでございます。ということで、えー、神奈川県プレイネームバスガス爆発さん20代の方千葉くんいやもっちゃんスタッフの皆さんこんにちは23歳社会人です。 私は一人暮らしを始めてから不節制のためなのかめちゃくちゃおならが出るようになりました。保育園で働いているので騒がしい時はへっちゃらでするのですがお昼寝の時間になると静かだしこちらも床に座るし同じクラスの先生もいるしでなかなか発散させてあげられません。だけど時々他の先生がいない時に特大のおならをして子供にバレます。どうすれば耐えられますかそれか良いごまかし方ありますか俳優の千葉さんにぜひとも教えていてもらいたいです。 俳優のっていうのは <laughs> このなんとかグラデーションマークみたいのでちょっとこう強調されてるんですけど、はいはい、これはあのなんていうか演じるという意味でこう試されてるんでしょうか、ね、そういうことでしょうねまずでも、はい、あの不節制とかではないと思うんですね私恥じらいの問題だと思いますなんか僕<お>僕も実家にいる時って一回も家族の前でしたことなかったんですよ、はい、なんですけど。 一人暮らしを始めるようになってで両親が例えばうちに遊びに来たりすると時にしちゃう時はあるんですね、はい、そういうなんかものってあると思うんだけどどう何 <laughs> ていうかいいそういうのはないかなだって一人暮らしを始めてからって書いてあるから原因の一つではあると思うんですけれども、うん、まず <laughs> どう話せさないでも 杉払いとかはシンプルですね。<laughs> なるほど。とか。あと。なんか立ち上がるふりして、あ、そうだ。っていう <laughs> 言いながら、こうやっちゃうとか。なんか音を立てながらと。でも、子供とか喜びそうじゃない、ダメなのかな。<laughs> みんな、おいでって言って、みんな生徒さんお尻の周りに集まって、ブらって言って。<laughs> 喜びそうじゃない喜びそうっすけど、うん、多分あの帰ってから親にいろいろねあ,あ PTA に問題が出て,る問題が出てきちゃうんじゃないですか全部言いますからね子供もはきっとなんでおならしちゃダメなんだろうねまあやっぱりその分かるよあの社会人になって、はい、例えばあ「本日はよろしくお願いいたします」「ブッあすいませんそれで」なんて普通に話は進んでいかないですから、うん、あれですけど。 子供の頃ブーとかってさ別にいいんじゃないのね、うん、だって大人になってその恥ずかしいとかいう気持ちが芽生えたらさ、うん、おのずと自分で直していくもんだろうしさ、うん、ダメなのかね <laughs> 先生のせいであのうちですごくおならするようになっちゃったんですけどどうしたらいいんですかみたいになっちゃうのかなそれはその親のねあれですまあさじ加減ですよね、まあ、確かに <laughs> うんでもいるよねなんかねえねえブーみたいにする人ねっ俺 <laughs> 結構周りにいますよ いましたそんな人 <laughs> <laughs> まなんかそういう飲む薬とかあるんじゃないですかね <laughs> ガスピタン <laughs> みたいな <laughs> あとヨガのポーズでガス抜きのポーズっていうのがありまして<ー>それやると、はい、ブーって出ないで、はい、スって抜けていく<ー>なんかあの猫のポーズって検索してもらえたらいいと思うんですけどあれ多分ガス抜きにもなるらしくってそれとかいいんじゃないですか,なんか じゃあ朝それをしてからうんとかお昼寝してる時にただ匂いはするのかどうかはちょっと分かんないんで匂いしなければね害はない、うん、中庭とかでやればいいんじゃないですか <laughs> 中庭にいてブッてして「お待たせー」っていやでもなんか微笑ましいけどな先生のおならでみんなが笑ってる絵面っていうのをまあ TPO に合わせてあの爆発させてくださいありがとうございます 続きまして東京都プレイネームナリさん50代女性の方千葉くん岩本ちゃんこんばんはいつも楽しく聞いています先日の千葉くんのブリアナギガンテちゃん最高でしたブリちゃんのこと正直存じ上げなくってすぐ YouTube 見て今ではチャンネル登録しています夢にお邪魔されそうですあの小粒ちゃんメイクはいつどこでヘア,アアクセやメイク道具真っ赤なルージュとかはどうされたんですかメイクも撮影も全部一人でブリちゃんのメイク動画見ながらですか 本当に笑っってしまったので褒めてますす聞かかせてくださいこれからも大好きですたまたまなんですけれども今日はあのそのブリアナちゃんの,あのグッズの T シャツ着てたんですけどもともと好きで見ててで髪長かったじゃないですか僕。はい、でなんか切る前に何かしたかったの。うん、何がなんかあるかなと思ってでもそんなどっか行ったりなんだりもできないから。 もちったんかちょうどこうブリちゃんっていうのはこういうこういう黒髪でこういうのがまあ多いんですけどあちょっと頑張ればいけるかもと思ってやってみたんでやろうって思いついたんですその切る前の日なんであの全部あのネットで買いました一番安いやつでもなんかこうこういうところに塗るやつとかはあのブリちゃんがおすすめしてたものを買ったりしたんですけどヘアアクセとかはあの子供が子供用のやつです へ全部うん子供の用のあのさなんていうかお邪魔じゃじドレミみたいなさんかパッケージのやつのいっぱい入ってるイヤリングとか、はいはい、カチューシャとか、はい、それを買いました<ー>ちょっと使い道が難しいので欲しい方いらっしゃったらっ募集してるんですけども <laughs> ちょっと目一っ子がいないのでね <laughs>、はい、そんな感じ で、自分で一人でやりました。楽しかったですか。ああいうの、やっぱお好きですよね。内間さん。なんか言われましたよね。なんか、それやるって言ったときやったって、あ、これ載せていいですかって。インスタでの写真を山ちゃんに一応確認させてもらったら。なんて来たんだっけ。なんか。あれですよ。遊びで。ちょっとやってみたんですけど。インスタの上げていいですかみたいな。そうだね。できて。あ、これ、あ、そう、これだ。 ちなみに一人で遊んでいたんですけどこれインスタに載せてもいいですか?」って送ったら「遊びの次元がさすがですね」って書いてくれて「あんまりの言葉頂きました」あの「ぜひや,やってみてくやってみて」でもやっぱ「ブリアナギガンテちゃん」のクオリティにはやっぱ一長一短で無理でした「会いたいなあこれもあの伊勢丹で「ポップアップしてたんですよ、はい、で行けなくって、はい、そしたらあの心優しい友人の方が「 あの買ってきてくれたんですね。うん、だから会いたいなあ。ポールダンスをやられてる方なんですよ。はいえ、僕ポールダンスすごい好きで<ー>20代前半中盤ぐらいの時にすっごいクラブに行ってた時があって、はい、その時に一番感動したのがポールダンスだったの、はい、で、本当に生で見ると、はい、本当泣いたのね。<ー>もう凄す,すぎて。だからそっからちょっとなんか？ ポールダンスっていうものは好きでだからポールダンスもちょっと習いたいなって思ってるんですけどポールダンスを踊ってらっしゃる方なんですかまあポールダンスも踊ってらっしゃる、はい、YouTube では違うこともやられてたりとかするんですけどぜひ見てみてみください続きまして、えー、大阪府プレイネーム瀬名さん10代女性の方、えー、千葉さん岩本さんこんにちは。 もし2人が千葉さんと宮本さんじゃなくてただのプレイメイトだったらどんなプレイネームでどんなメールを送りますか気になりますとのことです。まずまあ僕はさあのプレイネームっていう、まあ、いわゆるラジオネームは3つ持っていて「はいまあ、マサカリボンバー」はいえー「手汗が半端ない」はい「家中ゴミ袋」っていう3つがあるんですけれども。 山ちゃんはラジオ聞くけどそんな投稿するっていう感じではないんですねそうなんですよね投稿したことはないのでラジオネームも持ってらっしゃらないないですねプレイネームは持ってらっしゃいますかプレイネーム持ってないですあ、持ってないですか、はい、じゃあ投稿していただいたことはないないです、ね、そうか。なんだろうねどういうとこから発想を得るもんなんでしょうね <laughs>、うん、でもやっぱこの だっ,ってさっきのオナラのやつだとさ、はい、バスガス爆発さんだからさあなるほどなるほど使い分けてるけ使い分けてもいいだろうし、うん、ね当な,なんだろうラジオネーム持ってらっしゃる方いらっしゃいますかみんなそこまで持ってないん,なんだろうでも俺が家中ゴミ袋と手汗が半端ないは目についたもの全部あ手汗 家中ゴミなるほど。うん。そういうとこから。うん。モヒートの元とかでもいいんじゃない。なるほど。いや。よくない?。プレイネームモヒートの元さん。はいはい。岩本ともかかってますね。確かに。いいじゃん。モヒートの元。うん。お、めっちゃいいじゃないですか。めっちゃいいですね。え、めちゃくちゃいいやつもらいました。いいね。じゃ、モヒートの元で送ってください。プレーメプレーメあの、プレイ、こっちでもいいし。 だから自分が聞いてるとこで呼ばれたら「これ山ちゃんだ!」ってみんななるモヒートのもそれいいですねモヒートのも使ってみてください使ってきますなんかそういうことでいいんじゃないのかなきっかけとしてはなるほどそんな悩みすぎずうんあとなんかこねくり回した方がなんかあんまり思いつきの方がよかったり内容とかもそうだと思います僕はなんかこう ひねくってうまくいく人はマジでセンスある人だ,けだと思うから俺なんかそのあれがないからあだからこのさ「ちばらじ」だとさまあ花言葉とかいろんなコーナーがありますけどまあこう今日ののテーマははこちらみたいのはないいななじゃないだからああこんなことあったなみたいな思ってることでいいのよなんか別にうちの母の LINE みたいな感じでいってますんなんか 本当に今日これ食べたとか今日髪切りましたとか <laughs> あとなんかこうギャルみたいなものでいいと思うんですよ、はいはい、思いついたことを全て垂れ流すラジオでいいと思うでそっちの方が意外といいだろうしだからこの今日のだってさあの 人には言えないこととかでもいいかもしれないなかなか,<ー>なんかだってこれ分かんないこの人は友達にあのガスバカとか言ってるか分かんないけど、はいはい、友達になかなか言えないこととか,なんか大したことないけどおならさしたいんだけどさうどうしたらいいかなってん,なんか友達にはなんか別に取り立てて言うことでもみたいなこところを流してくれたらいいと思うし,うしこの場で共感がね起こるかもしれない、うん、あと僕がなんかやったことブリアナちゃんのこともそうだしそういう日常を追ってくれてることのんかあの僕自分からあんま発信しないからさ そのやりたいことをやってるだけだから、はい、それについて気になったって言われたらまあいい答えるけどっていうぐらいだから、はい、そういうことでもいいんじゃないかなと思うんですけどいかがでしょうかそんな肩肘張らずに送ってきていただけたらと思います。ということであの皆さんありがとうございました以上「バーチンのバチバチバチこ恋」でした。 今回もたくさんの投稿ありがとうございました。ここからは千葉雄大のラジオプレイ各コーナーへのお便りの送り方をご説明します。千葉雄大オフィシャルファンクラブサイトのラジオページやファンクラブの公式ツイッターから各コーナーの投稿フォームにアクセスすることができます。公式ツイッターアカウント名は、アットマーク CHIBAYUDAI u n d e r b y c アットマーク CHIBAYUDAI u n d e r b y c です。また、はがきでの投稿もお待ちしております。 ハガキの送り方の詳細も同じくファンクラブサイトのラジオページや公式ツイッターをご確認ください投稿が採用された方の中からさらに抽選で千葉ラジオリジナルステッカーをプレゼントしております皆さんぜひぜひ送ってくださいねということで今日もあっという間に終わりの時間が近づいてきました最後はこちら千葉太郎伝説こちらは毎回最後にやる締めのすごろくコーナーでございます えー、ということで。うん、前回は、えー、スペシャルボイスで終わったんですね。じゃ、行きまーす。四。一二三四、プラス一、うわ、最悪ギャグだって。<laughs> <笑><笑>定期的にいきますね。最近、千葉さんが磨きをかけているギャグを披露してください。<laughs> <laughs> ちょっとあのー、最近というかあのちょっと楽屋でちょっとだけ流行ったやつこれ間違ってたり言ってね、はい行きます行っちゃってると調子乗っちゃってこれですあの。ナダルさんとユリアン <laughs> あ、なにこれ、自分の持ちネタを言われてるわけ。<laughs> ないよ。そんなの、なんだと思ってんの。<laughs> 自分のギャグ。まあ、人の磨いてもね。そうなの。はい、えな、ー、んだろう。ギャグ。ギャグってなんですか。そういうことだよね。なんか。確かにじゃあ。えー、出た目。の文字数で。ちょっとだけ。あの、いやらしい言葉を言います。<laughs> 行きます。四つ。行きます。お豆腐。どうですか。<laughs> まあ、感じ方はね、人それぞれですからね。ねあれですけれども、まあ。よかった、エンディングの曲がなってくれて。<laughs> 終わりです。ギャグね。でも、これどう。 これ磨いたらなんか企画としてはいいよね,、はい、ねちょっとだけ卑猥な、うん、言葉ちょっと今野ブルマさんみたいな感じいいんじゃないですか、うん、ちょっとこれ磨いていこうか <laughs> はいありがとうございますそれではまた次回の千葉夕奈のラジオプレイでお会いしましょうドローンします